って、あ、ご挨拶を忘れていました。ごめんなさい、結城せつなです。改めまして、ついに私たちの楽曲を発表できることになりました。もう聴いてもらえましたか？そうなんです、私たちみんなが今一番歌いたい歌を歌っています。私もあなたに一番届けたい思いを込めて、私らしく歌うことができました。だから一番に聴いてほしいです。あともう少しだけ楽しみにしていてくださいね。